バルドワーズ県は、フランスのイルドフランス地域県の県である。1968年、旧西ヌイコールエイコールオワーズ県の分割に伴い、誕生した。パリを取り巻く都市県、グランドクーロンヌの北辺にあたり、国内最小の面積を持つ。一方では、観光客の集まる広大な県自然公園を2カ所持ち、もう一方では大規模な都市化が進められ、 シャルルド・ゴール国際空港を持つ。県名のオワーズとは、ベルギーに、水源のある、フランス北東部を流れセーヌ川へ注ぐ支流、オワーズ川から取られた。北は、オワーズ県、西は、セーヌイコール・エイコール・マルヌ県、南は、セーヌサンドニ県、オードセーヌ県、イブリーヌ県、東は、ブール県と接している。県南部は、モンモランシー谷とセーヌ川谷に接している。県は、 本質的にプレーヌド・フランス地方からなる。これは主に農村部では対照的な外観を見せる。北部は広い国倉地帯で自然なままの農村であるが、南部は住宅団地に土地を奪われ、シャルルド・ゴール国際空港の影響がセーヌイコールエイコール・マルヌやセーヌ・サンドニに向け広がる。県中心部と南東部は、 非常に都市化が進んでおり、パリ大都市圏を形成する。西部は、ベクサンフランセと呼ばれる、田園地帯である。県は2万1300ヘクタールの森林を持ち、これは、県全体の21%である。大きな森には、モンモランシーの森、リラダンの森、カルネルの森がある。県とであるポントワーズが群長である一方、物理的に、セルジーが、県機能を抱える。 両コミューンは、ニュータウンのセルジー・ポントワーズの中で密接につながり、ポントワーズは単一の地区に過ぎない様相である。出展、スプルフ、2006年、2007年は、INSEE より、ありがとうございます。